の扉が開いています。矢印の方向に進んでください。お前、バイオラか？通信相手はおそらく戦闘 AI です。 AI だと？バイオラ、おい！過去の戦闘データと戦闘能力に関わる一部人格を複製しているに過ぎません。反応は望めないでしょう。ならバイオラ本人は？該当するフレームランナーはすでに死亡しています。死んだ？2172年アンティリア襲撃事件。連合宇宙軍統括官、木星の衛星軌道上コロニーをバフラム軍が襲撃し、開発中のオービタルフレームを奪取した事件です。あの事件にバイオラが。その奪取されたオービタルフレームってのは？オービタルフレーム、アヌビス。同期ジェフティも彼らの目標に入っていましたが、奪取は免れました。ジェフティはバフラムの手に渡るのを恐れた何者かによって回収され、そしてカリストに破棄された。おおむねその通りです。アンティリア襲撃を指揮していたのは誰だ？バフラム軍指揮官、ノーマン大佐。ノーマン、どうした？共鳴反応です。共鳴？アヌビスです。機体を返してもらおう。
来ていたとはな、ディン。ノーマン、久しぶりだな。今まで何をしていた？ちょっとした休暇をね。降りて私の部屋に来い。この船に乗ってきたの？カリストの連中に何かあったら許さねえ。殺してはいないわ。信用できねえな。腕が鈍ったぞ、ディン。ぬるま湯に使っていたの。ノーマン。下がっている。紹介しよう。ディンゴだ。6年前、我が部隊の主力パイロットだった男だよ。ディンゴ、イグリッド。軍の記録では死んだことになっている。あんたこそ小さい仕事するようになったな。辺境に飛ばされましたか？口を慎め。お前は私の部隊に戻ってきたんだ。戻ってきた？ふざけるな。戻れ、ディンゴ。これから面白くなる。断る。あんたのお遊びのおかげで死にかけたんだ。冗談じゃねえ。分かってない。もう自由だの独立だのって建前には乗せられねえぞ。舞台の仲間が何人死んだと思ってる。はっきり言えよ。お前が殺したんだ。知らん。やる？リンゴ！戻れ。お前は好きだ。吐き気がするぜ。死体は片付けておけ。協力して。